はい、ここまでは順調でしたけども、私の考え方がさらにね好転感を増すものだったら、この7月2日からの動きっていうのはさらにね倍の方に加速していくことが見て取れます。まあそれはね今日の相場解説を見ていただければわかると思いますけども、いやどういうんですかね、これはとんでもないことにもなりそうです。それはやっぱりね円の価値が落ちていることのこれ呼び水になるんじゃないかなと思ってるんですよ。まあ、ですんでこの辺で私もね、ちょっとだけ冷静さを取り戻すためにエントリーをせずにこの金曜日は過ごしてみようかと思います。米国雇用調整の方もちょっと気になるところですから、今日は冷静になるためにね勝ち続けましたんで、いささか勝ち続けました。ですんで今日はもしかしたら穴ぼこに落ちるかもなっていう警戒感とともにお届けしたいと思います。それでは相場解説を始めますので、まあよろしくお願いします。どうぞ。デイリーを見てみますね。デイリーはチャンネルラインをこういう風に引いていましたよね。こっちはいいんですけども、問題はこっちなんですよ。チャンネルラインをちょっとね、ブレイクしてオーバーしちゃってるんですよね。これが懸念点の一つ目です。懸念点の二つ目は、こちらの方を同時にブレイクして上の方に行ってるんですよ。何が懸念かというと、これとんでもないぐらい上昇して112円。113円に進んでいくんではなかろうかというところなんですよ。前回の放送で115円120円の方に向かうぜっていうことをね軽く言いましたけども、いやそのぐらいの勢いではいくだろうなと思いますけども、実際にそうなるとちょっとねさすがに日本円と米ドルの関係が壊れすぎるので介入が大きくくる可能性があるんですよ。介入ですよ。介入ってご存知ですかね。民主党政権オバマ政権の頃にその協調介入っていうのがありました。あの時は円が高くなりすぎて、まあ、80円とか70円とかになっちゃったんですよね。である時82円の防衛ラインを突破したら歯止めが効かなくなるという要人発言によって70円台までバンといっちゃったんですけども、協調介入によって強制的にね、米政府と日本政府がドル円を意図的に国家で買ってですね金額を調整するってことが行われました。そこで大富豪になった方も結構いらっしゃると思うんですけどね、あれほど分かりやすい金持ちになる方法はなかったですからね。まあ当時私はそこまで自由に動けなかったんで富はつかめなかったんですけども、今ならその意味がわかります、うん、そういうことを思い出しながらのこのね値動きの凄まじさ、バイへの触れ方っていうのは、ちょっとショットや外じゃないなと思ってるんですよ。まあ、ですんでねこれもしかしたら強い力が働くんじゃないかなと思って警戒点の一つに挙げさせてもらってます。まあ素直にいけばねこのまんまずっと買い続ければずっと儲かりますよって言いたいんですけどね、ちょっと上がり続けて心配ですね逆にね。では4時間です。4時間もお分かりのようにこちらの方を超えちゃってるんですよね。もうねその前の段階ではここの抵抗を超えましたよね。話ができすぎているんですよ。上昇して N を書いて上昇、さらに大きな上髭を出してその上髭を突破するような要請が今出てます。ぐん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 倍の方に行ってます。つい最近までこの辺をうろうろしたってことが本当にね夢のようですよ、うん、こういう風に来てね。だから基本的には1時間も倍で行って負けることはないと思うんですけども、ただ今回は私慎重になるためにねエントリーを外して冷静に市場の動きを見ていこうかと思います。112円まではねこのまんま様子を見ていきたいと思いますけども、なんせね111円になったのがちょっと前のことですよ、うん、で1回111円終わってで予想通り111円に返り咲いて、その後 N を書くようにしてがっつりと111円の中盤まで食い込んできましたね。これがねわずかな日で起きてるわけですから、大きな利益がおかげさまで取れたんですけども、ちょっと一抹の不安を感じるところですね。もしかしたら大きな調整の資金の注入があるかもしれないなと思ってます。それが大口投資家さんからなのかヘッジファンドからなのか国家なのかなっていうふうにね、まあここまで警戒したら考えすぎだろうと思われるかもしれませんけども、今回は考えすぎの方が合点が合うかなと思いましたんでね、こういう動画になりました。というところで私の方は倍の方に行くだろうというふうな解説予想、これは変わりませんけども、私自身はちょっと今日はエントリーを控えて様子を見ていこうかと思います。まあエントリーするにしても小ロットでね、小ロットでやってみようかなってことですね。はい、じゃあ以上です。ありがとうございました。